さあ週末4月12日、金曜日のテレポートサイン放送終了しました。ありがとうございました。今スタジオには僕一人のような状態になってますけど、一人の ねなんかもうちょっと他の、他の言い回しありました。いつ呼び込んでくれるのかなと思って、私たちまたおつぼねって言われちゃう。そうだそうだそうだ、言われちゃうよ。おつぼね三人衆とか言われちゃう。そんな雰囲気出てますかね。出てますか。それ私たちが言うんだったらいいけど、あ、僕が言うのおかしいか。林君が言うとおかしいよ。ねえ、うん、出てる。いや出てますかね。出てるんだな、これね、出てるっていうことです ね今の。出てないってはっきり言えるはずだよ、ね、全然出てないですよって言ってくれればいいのに、出てますかね。確認して出てますねみたいな、ね、出てる、分かってないですか。そんな感じになってました。なってます。ごめんなさい、なってないです、なってないです、はい、おつぼねがないです。皆さん見る見る顔が真っ赤に。あ、今日午前中に化粧塗って、ファンデーション塗って、ちょっと午後塗らなかったので、うん、ちょっと赤くなっちゃってますね。お化粧直しが必要だったでしょうか。うん、必要でした。そうですね、今週1週間終えて、はい、新しいスーツも買って、はい、そうだね、届いたスーツ。あ、そうです、月曜日から、はい、着てきたんですけど、なんか畑さんと丸山さんのお二人の時にこうなんか一回ずつ着てみようかなと思って、あ、相性を私たちの丸山さんか畑かどっちが合うかなって、畑がこのスーツに合わないなみたいな、ちょっと比べられとったんですかね。比べてない、比べてないです、比べてない。おつぼね感が出ちゃう、出ちゃう。ダダ漏れしてる。いやいや、してない、してない。そうなの。違う違う違う、違います、違います。私の時も見たなと思って、ね、でもやっぱりすごい似合ってる、いい、これいい、すごくいい、素敵素敵、この光沢のある、うん、このツヤ感のある生地もいいし、うん、で、はい、昨日に引き続き丸山さんがコバちゃんをめっちゃ触るんですよ。なんかね、意外にね、鍛えてる。へ、知ってた。いや、ちょ、いいです、いいです、いいです。いいですか。いいです、いいです。こう華奢に見えてね、鍛えてる。やっぱり、うん、走ってはいるので、会計トライアスロンに向けてね、はい、向けて出てよ。それがそれが、はい、それが今日ですね、会計トライアスロンに向けて、日渡さんが僕に一個提案してくださって、そう、5月19日でしたかね、だったと思います、日曜日、うん、大山で、うん、ツールド大山という、はい、バイクの大会があるんですよ、うんうんうん、それに出てみないかっていうのを、毎年恒例のイベントが募集しまして、4月28日まで申し込み期間があるので、あ、じゃあまだ間に合うね、はい、まだ間に合うんですよ。おー、じゃあ出る？いや、出ます。おー、すごい。出ます。じゃあ今までランニングばっかりやってたので、うん、土日はちょっとバイクを漕いで5月に向けて、はい、仕上げていこうかなと思って。大山はすごく気持ちいいですしね。新緑季節だから、そう、いいよ。いいな、羨ましい、ね、え、どれくらい走るの、バイクで。100キロぐらいですかね、およそ。結構あるんです。足パンパンになりそう、うん、大丈夫。大丈夫です、大丈夫です。体作りを、体作りやっていきたいですね。しっかりしっかりしましょう。何か皆さんスポーツとかやったりされます？あ、でも丸山さん、私最近体鍛えてるんですよ。すごいんですよ。ですよ。ちょっとここ、ほんと、パンチしてみて。大丈夫ですか？僕、いいです。ここ。パンチしますよ。ちょっと丸山さんファンに怒られちゃうよ。ごめんなさい。いや、もっと、もっと強いのって言われるかもしれない。いきます。こうです。あ、硬い。すごいでしょ。え、私もいいですか？硬い。グッて持って持って。すごい。てか、細い。鍛えてるんですよ。あ、ここがすごい。ここ。うん、すごいでしょ？うん。すごい、やっぱりびっくりですね。頑張って鍛えるのが加圧トレーニングでしたっけ。そうです、加圧トレーニングしてて、ちょっと畑さんも、畑さんも、私いいんですよ、私のことは。私のことは日渡りも、元はいいんですよ。元がだって全然違うもん。いいんですよ、いいんですよ。いや、違うんですよ。違うんです。聞いてください。言い訳をさせてください。私ですね、8月がすごい、もうここ5年くらいでベスト体重で、もう痩せてたね、うん、発表しますね、41.2キロ、 21.0% 体脂肪率まで落としたんですよ。落としたんです。もともとね、47キロくらいあったところから落としたんですけど、すごい、今聞いてください。もうちょっとだいぶ戻って、言っていいんですかそれ。
うん、いやもう、いやもうこうやって言うことによって頑張らないとっていう、はい、って気持ちになる。なるほど。体脂肪率がまず 29.5% でした、この前。ほう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 。だから 8.5 戻って、いや21っていうのがでも低いね、結構ね。そう、いや、で、ですよ、体重がこの前大台に乗りそうだったんですよ。ほう、まあ、あのカレーを2杯くらい食べた後だったんですけど。ほう、だから8、9キロ9キロくらい、いや、太ってて。いや、そのボディで9キロはでかいよ。いや、すごいですよ、すごい。だからこの辺とかもう乗っかってるんですよ、最近。でもどこについたかよくわからないけど、もっと、いや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 、最近だから自分の取材した VTR とかテレポートの登録見てたら丸いなと思って。わかる、それ。そう、すごい、本当に顎が二重になってて。いやいやいや、そうだけど、そんなことないですけどね、見てて。いや、わからない、畑さんのは全然わからない。本当に、あとこの辺、この辺、背中の方とか。いやいやいや、今ここすごいすごいないよ。いや、あるある、めっちゃある。ないですか？全然ない。めっちゃあります。これなんかね、よくある女子のあのなんかトークだと思ってるでしょ。でも本当に思いながらそう思ってる。本当に、いや、だから私今このね、なんでこんなことを話してるんでしょう。いやいや、ごめん、私がいらんこと言った。夏に向けてだって。そうですね。じゃあ、カバちゃんも運動する、はい、私も運動する、運動する、私たちも運動する、運動する。もうそれ頑張れますね。私、海家トライアスロンの応援に行ったことあるんですけど、はい、結構応援する側も体力がいる。そうですね。先回りして先回りして応援しないといけないから、もうスタート地点からもうずっと動いていきますもんね。スタート地点に行くかはちょっとわからないけど、私たち朝早いからね、ちょっと無理かな。コバちゃん一人で。僕一人ですか、スタート。応援するためにじゃあ体力作りして。そう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 。作って。ああ、それは。行けー、ケントーって。いやー、もうそうなったら、僕もその一声だけでまた、なんだっけ、あの、ほら、エネルギーが出てきます。そう、力が湧いてくるね。力が湧いてくる。そうだよ。丸山さんの一言で。一言で。力が湧いてくる。今全然湧いてきてなかったでしょ。違う、今が力が湧いてきてなかったんじゃなくて、言葉が湧いてきてませんでした。いや、もうね、頼むよ。まずはね、あの、体力的な力を沸かす前に言葉を沸かしてほしい、はい、そうですね、そうですね、頼む、大丈夫、徐々にですね、一歩ずつ一歩ずつ、はい、ということで、夏に向けて運動も、はい、頑張っていきましょう、はい、頑張りましょう。ということで、また反省会は来週ということで、皆さんまた見てください、はい、はい、今日何の反省だった私の体の締まりのなさの反省。いや、でもね、それどこについたんだろう、その9キロって。ここもすごいです。お尻とあの足の境目がなくなった、うん、いや今日、まあ、私自分であの二重顎の反省をしようと思ってたのに、まさかの畑さんの方がよっぽどこう反省をして、すごいすいません、すいません、頑張ろう、はい、頑張りたいと思います。どこを頑張るのかっていう話ですけどね。頑張っていきます、よろしくお願いします。お願いします。すいません。よい、週末を。